イルシルワと氷河はカナダのブリティッシュコロンビア州にある氷河である。コロンビア山脈の一部であるセルカーク山脈に設けられたグレーシャー国立公園内にあり、氷河末端の近くを通るようにカナダ太平洋鉄道が建設され、さらにその地にホテルがオープンするとカナダ西部でも最高級の観光スポットとなった。鉄道や道路により容易に近づけるため北米で 最も研究された氷河の一つとなっている。一世紀を超える氷河の交代の様子は詳細に記録されている。この氷河は、ブリティッシュコロンビア州のロジャーズ峠の西、セルカーク山脈のサードナルド山の南に位置し、氷河の通る水は、イルシルワト川の源泉となっている。イルシルワトのニーベからは、アスルカン、ゲーキー、デビルといった三つの氷河も流れ出している。 2002年時点で、氷河の寛葉域面積は4.92平方キロメートルで、消耗域の面積は3.91平方キロメートルあり、総面積は8.83平方キロメートルである。平均氷圧の推定値は100メートルで、最大標高は2800メートルに達する。氷河末端から続く斜面に露出している、基板岩にはプラッキングの跡が見て取れる。 氷河を訪れた人谷の東西には先住民が居住していたがイルシルワト地域に居住していた証拠は見つかっていない。初めてこの氷河を目にした西洋人は鉄道の不設ルートを調査していた A.B. ロジャーズ調査で1882年から1883年にかけて通行可能な峠を探索する最中の出来事だった。ロジャーズ峠を越えて 大陸を横断するカナダ太平洋鉄道が開通すると氷河周辺はカナダ西部における最初期の観光地と化した。 グレーシャー国立公園が1886年に設立され、同じ年のうちに小規模なホテル、グレーシャーハウスが氷河の北端近くに建設された。ホテルは1892年と1904年の2度に渡って増築され、1907年にはアメリカで最も人が訪れた氷河であると述べられている。この時代、イルシルワと氷河は CBR のプロモーターによって、 グレート氷河と呼ばれていた。イルシルワトという名称は、オカナガン族の言葉で、大きな水を意味し、氷河名に使われる前から川の名称として用いられていた。グレートという名称は徐々に使われなくなり、1960年代にパークスカナダが現在の名称を正式に採用した。やがて観光客に紛れて、登山家と氷河学者が訪れるようになる。 記録に残る、この氷河の最初の登頂者は、AO ホイーラーとエドワード・ヒューズ、チャールズ・クラークの3名で1901年のことだが、まず間違いなくそれ以前に登頂を試みた者がいたで、あろう。ホイーラーと、カナダ・アルパイン・クラブにより、登山目的で、グレーシャー・ハウス周辺に、ヒュッテが整備され、氷河や近くの山で登山を楽しむ訪問者向けに、CBR が、 こイツなど数名のスイス人ガイドをやっと入れている。メアリー・ボーボー一家は、ペンシルベニア州出身の裕福なクエーカー教徒だった。この家族が初めて、グレーシャーハウスとイルシルワと氷河を訪れたのは1887年のことで、再びこの地を訪れた際に、目に見えて氷河が交代していることに気づいた。の女のウィリアムとジョージそしてメアリーはアマチュアカメラマンで、 氷河の定点撮影を行うから研究を開始した。ウィリアムとジョージ2世は自分たちの発見を米国科学アカデミーに報告し、その研究内容と手法は氷河学に新しらな分野を切り開く突破口と評価された。メアリボーは1940年に亡くなるまで毎過この地を訪れ続けることとなる。逸話に近いレベルの話によると、某一家は 注意深く氷河と周辺の地域の撮影を進めている。最初に用いられたのはガラス甲板で山の上まで運び込まれ現像のためにフィラデルフィアまで送り返されていた。後により近代的なマミア後期性の中盤カメラが使われている。より科学的な観測をサポートするために継続的に撮影された写真資料が残されている。ジョージボー2世の孫である。 ヘンリーボー二世は氷河周辺の高原地帯について、その短い成長時期に着目した普遍の自然について言及している。現在と1900年代初頭との間に生じた二つの顕著な際は氷河の交代とトランスカナダハイウェイの開通である。彼はかつて祖父が立った同じ場所に立ち、祖父が目にした同じ木々を眺めてこう述べている。ほとんど変わってはいない。 最低でも2キロメートルは交代した氷河と人が作ったものを除けば、1916年に CBR はコンノートトンネルを完成させ、結果としてグレーシャーハウスの場所は迂回されてしまうことになった。利用者は減少し、1925年にホテルは閉鎖された。1929年には建物が倒壊している。以後30年の間、かつて人気のあった。 この氷河を訪れる者はほとんどいなくなる。1962年、元の CBR の線路とほとんど同じルートを通って、トランスカナダハイウェイが開通した。再び、イルシルワと氷河は主要交通路に接続したことになる。パークスカナダは、氷河周辺の施設の増強を開始し、イルシルワとキャンプ場を開設して、その時点でも遠ざかっていた氷河に向かうための新たな、 トレイルを整備した。20世紀の後半に氷河の交代が顕著になるにつれ、氷河研究は盛んになっていった。1909年の氷河の状況ヨーロッパの氷河研究と比べると見劣りするものの、イルシルワと氷河の研究は北アメリカの水準からすると詳細なものである。最初の科学的研究は1887年から1912年に、 かけて、防育化によって行われた。ジョージとウィリアム、メアリーの3人の冒険に加えて、AO ホイーラーや CE ウェブなどにより、毎年の定点撮影を主要手段として、氷河の交代を測定していった。第一次世界体制や世界恐慌は、観測の機会をほとんど減らしてしまった。特に、1925年のグレイジャーハウスの閉鎖は、 この地域への訪問者を劇的に失わせている。連邦政府のドミニオンウォーターパワービューローが1945年から規制測定により氷河の評価を開始した。当局は1945年から1950年までは毎年、その後1960年までは2年ごとに調査を実施している。1960年以後、調査は行われず、 1972年になってパークスカナダが再開した。氷河の交代状況を正確に求めるための頑丈の地類の研究は1996年に始まった。氷河の大きさを調べるために衛星画像も利用されている。18世紀の終わりに科学的調査が開始されて以後、イルシルワと氷河はわずかに前進した期間が多少はあったものの、 基本的に交代し縮小し続けてきた。1887年から1962年の間に氷河の末端はおよそ1 5トル交代している。パークスカナダの調査によると、1972年から1984年にかけて1 0 0ル近く前進した期間があり、1887年から1984年までの 累計は1433メートルとなっている。氷河の質量としては1951年までに28%が失われ、1986年までに1%程度戻っている。ありがとうございます。